ビッグサンダーマウンテンは世界のディズニーパークにあるローラーコースタータイプのアトラクションである。アメリカ合衆国のアリゾナ州セドナにあるサンダーマウンテンを外観上のモデルにゴールドラッシュに沸いたカリフォルニア州の岩山を設定上のモチーフとしてゴールドラッシュが過ぎた1880年代の廃坑を暴走する鉱山列車に乗車するストーリーとなっている。 ウォルト・ディズニー・マジニアリングに勤めたトニー・バックスターが青年時代にクルミの木で作ったおもちゃの迷路がこのアトラクションの原案となった。舞台はカリフォルニア州。1848年頃のゴールドラッシュの煽りで開拓者たちは近海を求めて赤茶けた岩山のビッグサンダーマウンテンで採掘を始めた。先住民たちは ビッグサンダーマウンテンは、精霊や神々が住む山であり、昔から超自然的な力が存在するため、うかつに掘り続ければ災いが起こると、たびたび警告をしていたが、開拓者たちは、警告を無視して掘り続け、ついには、鉱山会社、ビッグサンダーマイニングカンパニーを設立し、さらに企業的な採掘を始める。ところが、そのうちに、鉱山では、 謎の事故が多発、そして機関士がいないのに、鉱山列車が暴走しているという噂が立つほどになった。それ以来ビッグサンダーマウンテンは勇敢な開拓者ではないと入るのが難しいくらい危険な鉱山となっている。ゲストたちはビッグサンダーマイニングカンパニーの事務所から列車に乗り込む。八つのテーマランドのうちフロンティアランドに存在する。 世界のディズニーパークで初めてオープンしたビッグサンダーマウンテンである。最高速度は約時速45キロメートル。他のパークのものと大きく異なり乗り場には屋根がない。またコースも左右対称の作りになっている。コースの脇にはディズニーランド版の舞台設定であるレインボーリッジの街並みも作られている。 2013年1月から2014年3月にかけて初めて大規模な改修工事が行われた。レールと車両の交換の上に3度目の巻き上げでプロジェクションマッピングによる演出が追加された。中はダイナマイトによる爆破の採掘現場になっており、パリにもリニューアルの際にこれらと同一の演出が追加されている。 6つのテーマランドのうちフロンティアランドに存在する。マジックキングダムでは、スプラッシュマウンテンもフロンティアランドに位置するため、2つのアトラクションが隣り合っている。ディズニーランドのものに比べて、最高速度が上がっており、約時速58キロメートルである。マジックキングダム版の舞台は、タンブルウィードの街で災いによって、大洪水が起こりがいが衰退してしまった設定で、 コース脇にあるタンブルウィードの街並みも水浸しの状態で作られている。また2013年のリニューアルからストーリーが拡張され、洪水が起きた後にバーナバス、ティーブリオンという実業家がビッグサンダーマイニングカンパニーを設立した展開になっている。ブリオンは SEA という組織のメンバーの設定でアトラクション待機列には同じく SEA メンバーの ジェイソン・チャンドラーがブリオンに採掘の中止を進める文面の手紙がプロップとして飾られている。7つのテーマランドのうちウエスタンランドに位置しており、1987年7月4日にオープンした。走行時費用は当時の価格で約80億円。最高速度は時速 40km であり、4つのパークのバージョンの中で最も遅い。 発信時の推進、加速及び到着時の減速用にリニアモーターが使用されている。これは、運転時にも減速、停止を確実に行うために採用されている。発車前と乗車終了間際の日本語アナウンスは、富田光成が担当している。映画、西部会タクシーを元にしている。2000年7月24日、東京ディズニーランドで最初にディズニーファストパスが、 導入された当初ファストパス発見所はアトラクションの入り口左側に存在しており計6台が設置されていた。また他のアトラクションに設置されているファストパス発見所の英語表記はファストパスチケティングと書かれているがこのアトラクションのみファストパスディストリビューションと書かれていた。 2014年1月29日から2014年2月13日のメンテナンスで入り口右側に移動し、英語表記も他のアトラクション同様、ファストパスチケティングとなった。2008年前半には、ライド乗り場にホームゲートが設置された。2019年より、試験的にシングルライダーを実施していたが、2020年1月1日より、正式に導入された。 フリッターカントリーのスプラッシュマウンテン、トゥモローランドのスペースマウンテンと合わせて三大マウンテンと呼ばれる。スペック5つのテーマランドのうちフロンティアランドに存在する。パリバンは他のパークバンと違い、リバーズ・オブ・ザ・ファー・ウエストの内側の島に鉱山部分があり乗り場は川の外側にあるため乗車直後と降車直前に。 地下トンネルを加工して対岸に渡る構造となっている。全長約1500メートル、最高速度約時速65キロメートルと、世界のパークにあるものの中では、最長、最速で急降下の回数が、若干多い。パリ版は、マジックキングダム版を含めた他パーク版とは、設定が大きく異なり、パリ版。 フロンティアランド全体の舞台であるアメリカ西部の街サンダーメサでヘンリー・レイブンスード卿がビッグサンダーマウンテンに金鉱山を発見し、羽ばたきで大地を揺らす山の精霊サンダーバードの怒りを恐れる先住民の警告をよそにレイブンスードが設立した鉱山開発会社サンダーメサマイニングカンパニーによって街が発展するも 巨大地震によって街は壊滅し鉱山も廃坑となったというストーリーになっている。2015年11月2日から約11ヶ月間の大規模改修を経て2016年12月17日にリニューアルオープン。リニューアル後はアナハイムのディズニーランドと同様にコース終盤の鉱山内をゆっくりと登るシーンにダイナマイトの爆発する 演出等が追加されたほか、リバーズ・オブ・ザ・ファー・ウエストも、再塗装等が行われた。またリニューアルオープン日には、サンダー・メサエリアにて、リニューアルオープニングセレモニーが開催された。2011年4月25日、アトラクション内の演出の一部である木とガラス繊維で、できた岩の模型が落下し、フランス人、男性1名が、重傷、女性4名が軽傷を。 大う故が発生し、一時期運営が見合わされた。ありがとうございます。